押していけ、おら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 、あー、あかん。はい、ということで、まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、こちらでございますね。ソニーのワイヤレスサラウンドヘッドセットです。こちらはですね、もうね、昨年の12月に、購入しておりました。もう1ヶ月ぐらい使ってるので、レビューしてみたいと思います。はい、今日はね、ちょっと夜遅くに撮影しているので、もうエーシンクは寝ております。はい、それでこちらがものでございますね。すごいね、かっこいいヘッドセットなんですけれども、ソニーの純正っていうこともあって、このプレイステーションマークが入っておりますね。あと広くですね、この耳周りが取ってあるので、この耳を包み込んでくれますね。こんな感じでね、こちらですね、 7.1 チャンネルのバーチャルサラウンドですね。なんでこれを買ったかというと、ゲーム実況で使いたいなと思って、主にね、スターウォーズでね、使いたいなと思って買ったんですよ。ノイズキャンセリングのマイクがついているので、まあ、それをですね、こう音を聞きながら喋りながらできるかなと思って買ってやってたんですけれども、スターウォーズのですね、バトルフロントの1回目の生配信をですね、ゲームチャンネルでやりまして、そちらでですね、これを試して使ってみました。実際のところ言うと、あんまりマイク良くないですね。てか全然良くない。なんかね、電話で喋ってるみたいな、いや今の電話の方がよっぽどいい、昔の電話で喋ってるみたいな、なんかこう、なんかね、いまいち、うん、まあ見ていただければどんな感じか分かるかと思います。ちなみに最近バトルフロントの生配信の時はこちらのヘッドセットを使ってます。マイクをですね、これで使ってるだけで、ヘッドホンは別個、別のやつを使っております。そこはちょっとめんどくさいんだけどね。まあ、ただね、ヘッドセットとしてはすごく良くて、ブルーレイとか見るときもね、これ使って見ております。ちょっと細かく見ていきましょうか。この部分ですね、この部分にマイクロ USB の端子があります。ここに挿して充電するわけですね。こちらですね、 PS ビータ用のヘッドホン端子です。ちゃんとこのケーブルもついてますので、これを挿してビータにも挿すと。それで、スイッチがここにありまして、これ今オフですけども、1にするとノーマルモード、2にするとバスブーストモードっていうですね、ちょっと低音が強めに出るようなモードになります。で、ここがチャットを切ったり入れたりするボタンでしょ。反対側行くと、ここにボリューム、あと VSS っていうのはバーチャルサラウンドですね、これを入れるか入れないかっていうボタンもついております。あとはすごくシンプルで、このね、ヘッドホンの耳当ての部分をこうやってスライドさせて調整するわけですね。はい、で、これ一応ですね、こう曲げられるようになってます。こんな感じでね、で折りたためて付属しております、この巾着にしまっておくことができますね。あと付属していたのはこちらのマイクロ USB のケーブルでございます。これはね、すごく短いので全然使っておりません。PS4 の、コントローラーの USB、 あれが使えるので、そっちで充電しておりますね。それでこのヘッドセットなんですけども、 Bluetooth ではなくて、なんとこちらの USB のレシーバー、これがないと聞くことができません。これをですね、 PS4 に挿して、既にペアリングされているので、それで使えるということになります。ただ、PC とか Mac でもこのね、 USB を挿して使えるので、そこはいいかなと思いますね。それとクイックスタートガイドと取扱説明書も一応入っておりました。はい、ということで今回はソニー純正のワイヤレスサラウンドヘッドセットでした。なんかね、一人でやってるとでしたーみたいなのがないから、ちょっと寂しいですよね。はい、久しぶりにこういうですね、ガジェットなのかな、これガジェットなのか分かんないですけど、まあ1ヶ月ね、バトルフロントをやって、思ったことを動画にしてみました。はい、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとかためになったなと思った方は、ぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それとマイチャンネルが Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひフォローをお願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。